はい、どうもテレビ大好きテレビ阿部っちです。はい、ということでですね、皆さん昨日、テレビでですねゴールデンタイムに面白い番組が2つありましたので、ちょっとそのお話をさせていただきたいと思います。まず一つは、見られた方多いんじゃないかなと思うんですけども、国民5万人がガチ投票テレビゲーム総選挙ですね。はい、こちらの方でですね、投票したゲームというのはこのね、100位から順番にカウントダウンされるんですけども、入っているかなどうかなというようなね、ドキドキしながらこの番組を、見た方も多いんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと結果の方をね、見ていきながらちょっといろいろ思うところを喋っていきたいと思います。まずこちらですね、これ100位から71位なんですけども、これざーっと見ていくと、そうですね、僕が遊んだなと思うのは、ストリートファイター2とか、他はゼルダはね、初代とかスーパーマリオも初代とかはやったことは当然あるんですけども、あんまないかなというのが正直なところですね。でこの中でね、三国志とか信長の野望とかね、このシミュレーションゲームが入ってるのがなかなかこれすごいなと思って、結構やっぱ人気あったんだなというのがありますね。これドラゴンクエストとかね、ファイナルファンタジーシリーズとか、ペルソナとか、こういうのはすごくよくわかるんですけども、地味にね光栄の作品が入ってきてるのがなかなかすごいなと思いますね。それから70位から41位ですね。この辺もやっぱスーパーマリオが強いのと、ゴーストオブツシマとかね、比較的最近なものも入ってきていて、でファイナルファンタジー3が63位入ってて、ゼビウスね、ゼビウス62位ね、素晴らしいですね、永遠の名作ですよね。ゼビウスがここで入ってきて、この辺とかはなんかこうね、自分たちのフィールドみたいな感じがしてきますけども、動物の森58位とかね、で57位スーパードンキーコングということで、やっぱ任天堂 IP がすげえ強いなとね。マリオとか、さっきもドクターワリオとかも入ってましたし、45位にいると星のカービィも入ってますし、ゼルダシリーズも入ってますしね、任天堂 IP がとにかくいっぱい入ってるというところがすごいですよね。ドラゴンクエストとかね、ファイナルファンタジーとかはね、当然予想がつくところではあるんですけども、52位のゼルダの伝説あたりは初代だと思うので、僕も遊んだことがあると、先日ねゲームウォッチにもあった、あの辺かなという感じですけども、キングダムハーツとかね、この辺もわかるなというところですかね。41位にあれですね、桃太郎電鉄ね、桃電が入っています。でそれから、40位から11位までですね、39、ダークソウルズ3はね結構話題になった作品なんで、僕も遊んだことはないながらもね、知っているというところで、実はダークソウルズ2はね持ってるんですけど、まだやってないっていうね、なんか結構プレイステーション3あたりのゲームってなんか安かったりするじゃないですか。その時にちょっと買っとけっていうので持ってるんですけども、まだ遊んでないというところですね。あと来ましたね、38位、ぷよぷよね、我々のぷよぷよが来ましたよ。しかもコンパイル制作ですけども、今となってはもうセガの IP ですから、これはもう堂々とセガのゲームが入ったと言っていいものかなという感じですかね。あとはポケモンね、36位とか、32位のねバイオハザードとかね、バイオハザードもね、僕もあれですよ、ナムコミュージアムとセットで、プレイステーションを、買ったんですけども、その時にねバイオハザードもねちょっと気になって、やっぱ一緒に買ったんですよね。なかなかでもやっぱ衝撃でしたね。やっぱもうテレビゲームっていうのはもう本当に新しい時代に入ったなというのをすごく痛感したのが、僕にとってはバイオハザードだったりしますね。で30位エーペックスレジェンズ、これはね僕全然詳しくは知らないですが、名前はねよく聞く最近の人気ゲームかなというところですかね。29オオカミ、これも名前は聞くけどもっていうやつですね。で28マザー2で、マザーがねさっきも入ってて今も入っていうことで、なかなか検討していますね。で25位きましたね、テトリス。はい、これは、僕の中ではセガのテトリスのイメージを持っているんですけども、違うんでしょうね多分ね。大体の人はファミコンで、プレイしたテトリスのことを、
頭の中に想像するんでしょうけども、我々は、セガのテトリスを頭の中にこう多分浮かび上がったんじゃないかなと思いますけども、まあ、テトリスで、まあ23位ファイアーエンブレムとかね、これも任天堂 IP ですね、こう強いな。で22位動物の森で、21位スプラトゥーンもね、まあこれも比較的最近のゲームですけども、これも任天堂 IP ということで強い。それから20位マインクラフトね、うちの娘も今夢中になっているマインクラフト、まあ、これは当然かなというところですね。で19位幻想水滸伝2、18位、メタルギアソリッド3ね、スネークイーター。まあメタルギアでも、メタルギア18位ってすごいですよね。多分シリーズはこれだけかな入ったの、うん、これなかなかすごいですね。で17位ゼルダの伝説やっぱり強い、16位キングダムハーツで、15位ドラゴンクエスト、まあ入ってるんですよね。でこれ、ね、13位アンダーテイルね、これインディーゲームがこれ入ってきたというのがなかなか衝撃的ですけども、実は僕アンダーテイルね、プレイしたことあるんですよ。まあ長らくね、買ってからねちょっと遊んでなかったんですけども、この間まあ僕入院したじゃないですか、はい、その入院した時にアンダーテイルを、まあ、遊んだんですけども、まああんまりネタバレにならないように言うと、アンダーテイルってね、一周して終わりじゃないんですよね。一回クリアして終わりじゃなくて、二周目、三周目っていうのがあって、まあ普通のその RPG 的なね、スタイルのゲームなんで、まあ当然敵やっつけていくじゃないですか。うん。で、二周目以降から、その敵を、やっつけずにクリアするっていう方法があって、そうしていくと、実は、ストーリーのもうちょっとこう、真相みたいなのがね、見えてくるっていう感じになってて、すごくね、面白いですね。うん。一番最初にね、なんか女性の大きななんかモンスターが出てきて、でそのモンスターの行動っていうのがなんかいまいちねちょっとこう不審な感じがするので、なんかちょっと気持ち悪いなと思いながら1周クリアするわけなんですけども、で2周目にその、女性のモンスターを倒さずにクリアすると、まあ倒さずにまあ進むと実はその行動のね真意っていうのが見えてきて、それをなんか知った時にね、すごいこうグッとこう涙腺がねちょっと緩くなるような、そんな感じになるね。なんかそういうような、なんかこうストーリーがね、なんか秀逸だなと思ってるんですが、ただね、意外とね、RPG なんですけど、そのアクション的なものがあって、そこがね、結構難しいんですよね。なんか反射神経ゲームみたいなのをクリアしないと、次に進めないので、僕ね、そこでちょっと詰まって、2周目の途中ぐらいで終わっちゃってますけどね。はい。まあでも、このアンダーテイルが入ったっていうのはすごいでかいですよね。で、スーパーマリオカート、ポケモンとね、やっぱ強いですね。まあ、ポケモンもあれか。任天堂 IP みたいなものですよね、言うたらね。うん、で、トップ10、ですね、ここに入ってますのが、スーパーマリオブラザーズ3、10位、9位、ファイナルファンタジー、10、8位、クロノトリガー、7位、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、6位、ドラゴンクエスト3、そして伝説で、5位、スプラトゥーン2、4位、アズマレ動物の森、3位、ファイナルファンタジー、7、2位ドラゴンクエスト5、天空の花嫁、1位ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドということで、やっぱり任天堂が任天堂が強い、任天堂かスクエニか、みたいな感じですね。いやこれはでもやっぱすごいですね。なんかツイッターなんかでもね、この結果を見てこれはおかしいみたいな感じでね、憤慨されてる方もたくさんおられましたけども、でもやっぱなんかこれがね真実なんだろうなとめちゃくちゃ思いますね。もちろんそのこの集計をした時期によってね、出てくるゲームっていうのもまた違ってくるんだろうと思うんですけども、まあでもそれにしてもやっぱりこのね、僕らがファミコンに、親しんだ30年から30数年前ぐらいから、今までの間で、その中でこのトップ10を飾ったゲームたちっていうのは、まあ比較的ね馴染みの深いものが多いなっていうところで、やっぱすごいなと思いますね。でまあなんか僕思ってたのが、今やるテレビゲーム総選挙なので、比較的新しいゲームがいっぱいいっぱい入るのかなと、思ってたんですけども、結構レトロゲームが、まあ、レトロに入るねタイプのゲームが、まあ、結構多かったなという印象ですよね。なのでやっぱりあれなんでしょうね、この国民5万人とか言ってますけども、投票した人結構な割合でアラフォーとかアラフィフとか、いらっしゃったのかなという感じがしますね。まあねトータルで、見て僕がね
昔一生懸命夢中になって遊んだゲームっていうのはあんまり入ってないわけなんですけども、まあやっぱりねこれはねランキングがねその悪いというよりかは自分がねなんかそういうなんか趣向なんだなっていうのをすごくね痛感しましたね。まあ、考えたら僕音楽とかもね結構あれなんですよ、オリコンの上位に入ってるようなアーティストはほとんど聞いてなくて、本当にインディー的なねアーティストだったりとか、まあそういう知る人ぞ知るっていうやっぱアーティストが好きでよく聞いていたっていうのもあったので、まあこれはもう僕がもともとね、持って生まれて持っていたものかなという感じがしますね。はい、まあ、皆さんはどうでしょうか。こちらのテレビゲーム総選挙、ね、自分が投票したゲームとかねそういったものが入ってるのかなというところなんですが、多分僕のチャンネルを見ていただいているような方はあんまり入ってないんじゃないかなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。それからですねもう一番組がこちら、志村けんとドリフの大爆笑物語というね、ドラマなんですけども、ちょうどねあれなんですね、ゲーム総選挙とちょっと被ってたんですよね時間帯がね。なのでもしかしたら、片方録画して、どっちか後から見たよっていう人も、いらっしゃるかなとは思うんですけども、このねドラマがね ものすごい出来が良かってね、まあ、ちょろっとなんか見始めて本当になんかのめり込むように見てしまった感じなんですよね。多分見られた方皆さん同じような感想をお持ちなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、今ねこの画面で出てますこの5人のドリフのメンバーね、まあパッと見て分かる通り全然そっくりさんとかではないんですよね、もともとのドリフのメンバーのそっくりさんじゃないんですけども、でもドラマを見ていると誰がどの役をやっているかっていうのは最初に紹介がなくてもすぐ分かるようになってましたし、で何よりね志村けんさんのね役、それから、加藤茶さんの役、それから碇屋、長介さん、長さんの役をやっていたこのね3人の俳優さんの演技がねすごい素晴らしかった。本当になんかこうこの3人が憑依してきたんじゃないかなって思うような演技で本当に素晴らしかったんですよ。でこう何が素晴らしかったっていうとね、まずこちらねこれツイッターでね公式が上げてる画像ですけども、これあれですよ、ドリフの大爆笑の時のこのスクールメイツがね後ろでバーッと踊っている、これを完全再現しているんですけども、これのね再現度がまあとにかくすごい。このセットとかも当然ねもうすごく用意するのにお金もかかったでしょうし、この5人のねこのなんかちょっとやる気のない感じのこのね踊り方とかこういうのも全てね再現しているんですよね。これが本当にね素晴らしいですね。こんな感じでね志村けんさんのこのね表情とかもねやってるんですけど、これ本当にね素晴らしいです。後でちょっと写真出てきますけども、普通にイケメンなんですよこの人ね。なんですけども志村けんなんですよ、そこが素晴らしい。この方はですね、志村けんさんの役をやられた山田裕貴さん、普通にイケメンじゃないですか。なんですけども演技に入るとね本当にもう志村けんさんがちょっとこう降りてきたようなね演技をされていて本当にね素晴らしかったです。それから長さん役の遠藤健一さんね、まあ、この方はねパッと見た感じでもすごく適任な感じはするんですけども、まあ本当にね安定の長さん、長さんを本当にも演じられていたなという感じですね。この方がね勝地涼さんという方なんですけども、この方が加藤茶役だったんですけども、まあ普通にイケメンじゃないですか。普通にイケメンなんですけども、最初にね、ドリフの5人がパッと出てきた時にこの人が加藤茶だっていうのはすぐ分かりましたね。っていうぐらい、なんだろうな、大体加藤ちゃんってねそもそもやっぱイケメンなんですよ。僕は思うに昔ね加藤ちゃんがなんか YouTube とかで検索すると出てきますけども、加藤ちゃんがねドラムを叩いてるなんか、映画みたいなのがねあるんですけども、あれを見た時にね加藤ちゃんかっこいいとかもね、またドラムめっちゃうまいですよねめちゃくちゃうまくてめちゃくちゃかっこいいんですけども、なんかそういうなんかこうイケメンな部分の加藤ちゃんっていうのもなんかこう表現されていて、変顔とかね加藤ちゃんペーみたいなところとかもね本当にもう加藤ちゃんが憑依したかのような本当に役作りでね本当にね素晴らしかったなと思いますね。それでねなんかドラマでもジーンとくるのがこの、志村けんさんと、加藤茶さんのこの仲ですよね。
お互いに相棒でお互いに尊敬し合っているというような、なんかそういう関係性がドラマの中でもね出てきて、すごくねなんか見てて微笑ましいというか、なんかそんな感じがしました。で、写真がないんですけども、このドラマのね一番素晴らしかったところは、コントの完全再現ですね。生麦生米生卵とかね、あと、東村山温度とかですね、ああいったものとかもこう舞台も後ろのね舞台セットとかも含めてもう完全再現、してますし、ヒゲダンスとかねああいうのをやってるし、僕一番笑ったのがケンちゃん牛乳ね、ケンちゃん牛乳って言ってこう志村けんさんがこう牛乳をね、ぐいっと飲んで、うんうまいとか言ってね、言うだけの CM を撮るっていうコントなんですけども、それがね何回も何回もやり直しになって、そのうち牛乳をこうブーって吹き出すようなそんなコントなんですけども、多分ねご存知の方も多いと思うんですけども、本当になんかもうねドリフを見ているような気分で普通にね笑ってしまったんですけども、なんかあのコントっていうのはなんかドラマの中で説明されるには、まあ張さんが本当にもいろんな企画からいろんなものを考えて本当にもう疲弊しきっている時に張さんをちょっと休ませてあげようということで、志村けんさんと加藤茶さんが一緒にこういうコントを考えてやるっていうところでできたコントだっていうのがね、こう今僕は最近になって知ったんですけど、それがすごくねグッとくるエピソードでしたね。あと階段落ちっていうコントがあるんですけどね、なんか時代劇のこうセットの中で、まあ盾をやってこう剣でカーンカーンってやって、最後加藤茶がこうズバッと切られて、そのまま階段からズドドドドドって落ちる、そういうシーンを撮ろうっていうコントなんですけども、ズドドドドドって落ちる前に、加藤ちゃんがこうねちょけて全然こうズドドドと落ちてこないというところで、こうね志村けんがこう台本丸めたやつでコーンと叩いて、何やってんだよみたいな感じでツッコミをね何回かこうしていくというコントなんですけども、あれもね本当によくできていて、加藤ちゃんメイクもね本当に素晴らしくて、加藤ちゃんがこうカメラ目線でねこのグニッとかやるやつとかもね本当にもう完全再現で本当に素晴らしかったです。だからまあ先ほどのねゲーム総選挙も、まあ、新しいゲームもランクインしましたけども、比較的僕らの世代のゲームっていうのもまあ中に入ってましたし、まあ、ドリフなんかも多分ねど真ん中の世代の方も多いんじゃないかなと思うので、本当にまあテレビはねどちらかというとね多分今のターゲットは僕らぐらいの世代とかそれ以上ということになると思うんですけども、まあそういうターゲット向けになんか素晴らしい、番組をやっていたなというところでちょっとお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。阿部っちでした。バイバーイ。